190センチのクマがこうしてたらしいです。うわ、どうもオカルトコレクター長戸修です。火葬場機団じゃない元火葬場職員のけたハノです、はい、2人とも間違ってるやんが。まだちょっと慣れてない慣れてないね、うん、逆にしてるから、ね、あ、なるほどね。今日はね、え、なんすか。いや、分かりやすくね。あ、そうですね、うん、やっぱ名前を覚えていただきたいと。そう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 、うん、思いましてね、まあ、こういうふうにやってますけれども、今日はまあちょっとね、珍事件というか、うん、マジでそんなあるんやっていう。え、はいはい、なんすか。いや、思いっきり言ったあかん言葉言ったのかなと思って。何が珍事件。うん、珍事件やな。はい、そうですね、珍事件、うん、潰しにかかってるのかなって。小卒補卒補卒、あ、そう。一枚上手やった。そう、要はほら、うん、空手家が例えばその熊を倒したとか、要はそんなの聞きません。いましたよね、ウィリアムだった。あ、そう、ウィリー・ウィリアムさんっていう、うん、海外の方、まあ空手家の人がいまして、おお、その人が YouTube 多分残ってんちゃうかな、昔の何やねん、何やねん、そのウィリアムさんが、はいはい、熊と戦ってる動画あった、あった、あるでしょ。なんかこう走ってきて熊とこうやってこうやって、危ない危ない、やってるやつあるでしょ。で、まああれすげえなと思うんですけど。大山マスターさんが牛のな、あ、そう、牛の角を裾でバーンやったとか。いや、もう牛かわいそうやん。全然牛犬がないのよ。まあでも、まあちょっとその辺昔のね、まあ話で、まあね、うん、やっぱりそういう武勇伝みたいなのあるじゃないですか、うんうん。まあ、ちなみにそのさっき言ったウィリアムさん、はいはい、やつ、僕も動画見ましたけど、あれクマ全くダメージ効いてないな、うん、なんか遊ぼうみたいな、なんかペチペチみたいな、うんうん、もっと遊んでーみたいな。マジでやばいからな、クマは。もうだからもうちゃうんでしょうね、うん、もうそもそも。でもなんですよ、うん、実は2016年にとある空手家の方がクマを撃退してるんですよ、うん、え、マジで。マジで。いや、無理やろ。いや、これがまあ川でね、うん、渓流釣り、まあ川釣りですよ、はいはい、釣りをしてる、まあ、男性がいました。身長170センチぐらいだそうですが、うん、で釣りしてたらなんか隣にめっちゃでっかい人影が出てきて、うん、えって見たら、うん、190センチのクマがこうしてたらしいです。うわ、5メートルぐらい離れたところでグリズリーで、うわーってなって、うん、そっからね、マジで襲われるんですよ。うわ、あれもマジでこう来ただけでもうひっちぎれるからな、もうやばいでしょ。で、その人空手の有段者の方なんですけれども、うん、まあやっぱり当時のことを振り返ってものすごい力やったと、うん、なんかもうちょっとこうされただけで体が吹っ飛ぶって言ってて、うわ、でやったんやけど、その、まあ、噛まれたりとかもしてんすよ、体を、うん、引きちぎられるね。そうやね。で、その状態からどうしたか、うん、これ実は奇跡起きました。え、さっき、うん、空手家のウィリアムズのなんかモノマネみたいなやつで、うん、最後の方にしてたやつ、あ、俺の、はい、必殺技、必殺技、はい、古速やわ古速やわ、こう引いて打つから、ジャッキーチェンでいうとこの蛇剣、邪剣みたいなこと、そうそうそう、邪剣みたいな、そう、指で目ついたんすで、おお、で、これできるのすごいと思うよ。あ、そうな、うん、いや、だってその状態でブワーなってて、そんな冷静にそこ行ける？やっぱ有段者というか強いんやろな。だって人間同士の喧嘩でも、うん、なかなか目って潰されへんで。そうよな。だからほんまにバーンっていったんでしょうね、うん、でそれで目ガーンついて190センチのクマが退散したっていう、うん、いたーみたいな、うわーって多分なったんでしょうね。やっぱそこだけは入んもんな、やらかい。そう、入るから。でそれで本当に空手家の人が撃退したっていうニュース、うん、日本ですよ、ちなみに。あ、そうなの。2016年実際にあったっていう。逆にそこしか行く場所ないよな。まあそうですよね。まあだからかといってね、じゃあ熊に襲われたら目を襲えばいいんだと思ったとしても、うん、実際そうなったら無理やと思う、ね、俺はもう飛び膝蹴りで行く。いや、絶対無理やね。そのまんま膝ごと食われるだけや、その人の状態やったら俺はもうせやん
で、あ、膝ないってなんで膝ないですってなるだけやで、絶対無理やと思うわ。だって僕あの四国の遍路の時によ、うん、野犬に何百メートルか、うん、あの追いかけられたっていうかずっとついてこられたんですけど、あ、食べられたらよかった、ね、めちゃくちゃ怖かったで。野犬はワンちゃんじゃないからね、ほんまに、犬やから、狼ってこういう感じなんやろなって。だからね、ずっと様子見てきてて、ずっとぐるぐる言いながらずっと後ろついてこられて、あれついてくんねんな、めっちゃ怖かったもん。あれですら本気でかかってこられたら、まあ、無事ではすまんなと思いますよ、うん、俺はもうここの、うん、ワンちゃんのここを、うん、バーン手刀で、あ、そう襲いかかってきた時にグーンって、それ全部噛まれてんじゃん、こっちとこっちと、で、膝も噛まれてんじゃんで、すいませんって言って帰っていくんじゃん。あとイノシシもやっぱ見た時もめっちゃ怖かったもん。あれな、やっぱ山で野生の動物怖いよな。あのね、僕イノシシ見て語れへんと思った理由は、うん、毛の太さ。ああ、あれ熱いねんな。なんか毛が太いのってこんな強そうなんやと思った。ああ、そうなんや。なんかこう本能的なあれかもしれへんけど、それでも無理やと思って、それはもう逃げましたけどね。まあ、あのイノシシも逃げてくれたんやけど、よかったですけどね。俺もな、一回犬に、うん、犬と対峙したことあるんや、はあ、あの野犬、野犬、はあ、ベトナムの、わっやばそうやな、ハノイで。だって正直狂犬病とかあるでしょ、うんうん、ハノイ の, あのモスクワっていうな、はい、スラムの中にある、うん、いかがわしい、うん、ショッピングセンターみたいな、いや、うん、あのいかがわしいピンクのお店があって、うん、そこ目指しててんけど、うんうんうん、その時にガリガリの犬になる、おるおる、ガリガリ、やけどいるいる、うん、もうなんか今まさに飛びかかろうとしてた。ほう、でも俺が覇王を出したから、うん、どんな感じで覇王のオーラ出したから、うん、退散していったみたいな。あ、そう、うん、なんかこいつ食うとこないなぁ思ったんじゃん。覇王食出したから、兵食うたん、いやいやいや、兵出したん、いやいや、すごかったね。あ、そう、うん、確かに、あ、俺ぐらいになったらないけるけど、あ、そう、しかもカリスマ性もあるしねすごいね、すごいあ、そうですか、うん、というようなお話でした。はい、ではご視聴ありがとうございました。不思議大百科とか YouTube 多分残ってんちゃうかな、あの昔の